週末もいいお天気になりそうな予報でしたね。そうですね、はい、天気情報をお伝えしました。では再び JR 福井駅から中継です。マッタさん、はい、毎週火曜日は駅中ミニライブ。今日から愛鳥週間が始まるということで、今日は小鳥のさえずりのような素敵なフルートの演奏をお届けしますよ。演奏してくださるのはプリモアモーレの皆さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。もう鳥が鳴いてますね。ねえ、はい、小鳥のアイテムも持ってきていただきました、はい、果たして小鳥かどうかというところです。そしてニワトリさんが、そうなんです、出演をしていまして、はいはい、ニワトリさん、ニワトリさんはギターですね、はい、そしてフルート、そしてこちらはビオリラと言いまして、へえ、ビオリラ、キーボードのように音程を変えて、そう、バイオリンのように弓を使って奏でる楽器なんです。へえ、はい、で今日は翼をくださいという曲を演奏していただくんですが、そのフレーズの中で小鳥のさえずりをフルートで表現しているということなんです。ちょっと聞かせていただけますか。はいね、小鳥が近くにいるような素敵な音色ですよね。細かい音遣いが本当に小鳥が鳴いているようです ね、さすかさんフルートをされてたということで、はい、これあの簡単そうに見えてすごく難しいです、はい、ダブルタンギングも使ってますし、すごく難しい吹き方されてます ね、その技法も使ってらっしゃいますよね。ダブルタンギングですか。こういう速い音を出すの難しいんですよね、はい、それでは小鳥のさえずりにも注目しながらお聞きください。どうぞ。優しい気持ちになれる素敵な演奏でしたよね。美しい音色でした。さあでは今後の活動予定教えてください、はい、そうですね、福井県内県外でもいろいろなイベントやお祭りなんかで演奏したいと思っていますので、皆様どうぞお声かけください。待ってます。ありがとうございました。今日はフルートで鳥のさえずりを表現しながら翼をくださいを演奏していただきました、プリモアモーレの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりフルートの音色っていいですね、うん、あのピュー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 ってなってたのはこう特別な吹き方なんですか。あれトリルって言って、あの
上の一個上の音とこう今の音をこう連続でバーっていう風に出す指使いでこう、はい、細かい音を出すっていう技法なんですけど、これがまた取り出しくて可愛かったですね。そうですね、本当に会話してるように、ね、聞こえましたね。素敵な演奏ありがとうございました。駅中ミニライブでした。続いては東京日本テレビからカルチャー&スポーツです。続いてカルチャーとスポーツの話題をお伝えします。今年1月タレントのベッキーさんとの不倫が報じられたロックバンドゲスの極み乙女の